不文字の境内にある、こぼし石中の浜の北東の堤防の上にある、こぼし石尻りこぼし、または、こぼしは、三重県島郡和区町や、伏せ田村に伝わる、海の妖怪。河童の一種とも言われる。尻りこぼしとは、尻を破壊する、削り取るものの意で、こぼしとは、壊す、破壊する、削り取る、削り取るを意味する古語であり方ことである。こぼしは、こぼし、 小帽しの意味との説がある。海に潜る雨を襲い、カッパのように人間の尻子玉を抜き取ると言われるもので、これに襲われた死体は必ず尻の穴が開いているという。海で人を脅かして、ショック死させるとも言う。また鉄が嫌いであり、海中に鉄を落とすとこの妖怪のたたりに会うという説もある。伏せ田村では、天皇祭りの日に海に入ると尻こぼしに生き疑を。 奪われてしまうというしかし、かしが、天狗悟りのために海に入らなければならない日が、天皇祭にあたり、どうしてもその日に海に入らなければならない場合には、山椒の枝を糸でまとめて、首にかけると、尻こぼしを乗けるお守りになるという。島町、越芝の伝承によれば、ある時川に住むこぼしが馬にいたずらしようとし、逆に馬に蹴られて、頭の皿を割られ、川へ帰れなくなった。 仕方なく小星は人間女性に分けて道長の不問寺で働いていたが、寺の住職に正体を見破られた。小星が住職に皿を直して水を入れてくれるよう懇願したところ、住職は今後はいたずらをしないよう誓い、その誓いの証拠の品となるものを出すように言った。すると小星は海から大きな石を二つ運んできて、この石が朽ちるまでいたずらをしないと誓ったので、 お尚は皿を直してやったという。この地いの石の一つは、不文寺の境内に、もう一つは、中の浜の北東の堤防の上に、こぼし石の名で現在でも残されている。ありがとうございます。